じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。よろしくお願いします。爬虫類夏の祭典 JRS 初日を迎えました。 JRS です。そうだね、地元でね、静岡店の地元開催ということでついに来ましたけど、どうでしょう今の気持ちは。どうでしょう予想テンパやで、どう。いや、いつも毎年この地元でやらせていただけることには嬉しさを感じつつ、ドキドキしますね。久しぶりのちょっとイベントなんでね、大きな。そうやね、はい、ちょっと大きいイベント久々だから、はい、田中氏いかがでしょう。そうですね、朝からお客様にも声かけていただいてね。そうね、すごいでかい声で、なんか田中のファンがね、アイドルみたいな。田中ね、本当によし頑張ろうっていう感じになりますね。そうね、またね、今日もたくさんお二人を求めて来てくださる方いると思うんで頑張りましょう。はい、わっしょい、よろしくお願いします。頑張るぞ。はい、ゆきおさん、JRS での生態、注目生態1匹紹介お願いします。この子はヘッドレッドアザンエンチクラウンです。ヘッドレッドアザンエンチクラウンオスです。めちゃくちゃずっと好きだもんね、この子ね。この子は愛してます。愛してる。もうどのあたりめっちゃ好き。ヘッドレッドアザンがエンチクラウンにあれだって垂れてるところと色。なるほど、エンチクラウンになるとやっぱりこのあたりとかもスッキリしちゃいがち、こういうわけは、ね、やっぱこんなに垂れないし。あー、なるほどね。この垂れ具合がたまらん。これ注目の一匹。愛してる。ありがとうございます。はい、続いて田中氏、注目ボール一匹お願いします。お願いします。これは、パステルオーディエンジファイヤー。お、パステルオーディエンジファイヤー？そう、この前ね、1分間ティーチャーで、はいはい、ポッピングをさせてくれた子なんですけど。あ、あの子か。そう。でもめちゃめちゃ実物より綺麗やね。そう、めちゃめちゃ綺麗です。まあ、この前ね、一緒にやってくれたっていうので、ちょっと思い出の一匹かなっていうので、うん、本日も友情出演。はい、本日も友情出演です。出演しかやってますんで、まあ、こうやってね、JRS ではいろんな動画に登場した注目の個体とかもね、こうやってお手頃な価格でご用意してますんで、ありがとうございます、田中氏。はい、インスタ、TikTok も見てね。皆さん、おはようございます。おはようございます。ジャパンリプタでしょ。本日もアドバイスありがとうございます。ありがとうございます。最近もこういろいろと精力的にいろんなこうね、お店さんで店内イベントされてますけど、はい、やっぱりこう大規模イベントの出店でこうされるとなんかまた印象違いますか。違いますよね。会えるお客様の数がもう圧倒的に違うし、熱気、興味を持って来ていただけるので、うん、そこでもやっぱりこう入りやすさっていうのが変わってくるなっていうのが印象ありますね。なるほどですね。いや、また今回もすいません、はい、いつもアドバイスいただいてました。本当ありがとうございます。もう楽しくやらせていただいてますので、今後ともぜひ、はい、よろしくお願いします。それで皆さんありがとうございます。お願いします。おはようございます。本日ジャパンネプタイルズの、あ、ごめん、まだ押してる。押してないんかよ、押してよ。本日ですね、ジャパンレプタイルズショー、ツインメッセ静岡で行われていますジャパンレプタイルズに出展しております。さあ、テンドロパークもですね、このツインメッセの会場の真ん中の方に、撮らせていただきまして、ボール、レオパ、カーペット、ミシャンカーペットを展開しておりまして、シシバナもいます。シシバナもいるよ。でさらに今回ですね、こちら山本直樹さんでフィールドジャパンさん、テンドロパークでの3社合同コラボのうちわもお配りしております。ぜひよろしくお願いします。吉谷さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ということで、JRS です。はい、静岡ツインメッセということで、まあ、もう2日目の終わり時間になるんですけども、大体イベント総括してどうでしたか。なんか久々に人多かったですね。もうなんかすごい多かったですね。めちゃくちゃ楽しいですね。いろんなお客さんも喋って、ね、なんかやっぱ静岡店に行った時のお客さんだったり、はるばる名古屋から来てくれるお客さんだったり、ね、東京店で応援したお客さんだったり、
なんかいろんな方面からお客さん今回すごい来てくれて、めちゃくちゃ面白いです。なんかでね、2日目も列がね、なんか2列、3列くらいなんかできてたみたいで、もっとあったよ、もっとあったんですよ、タバコパーッとさめっちゃ長かった。そうだからまあ今回もね、なんか結構層、なんかお客さんの層もなんかファミリー層結構多いですね。ファミリー層も多いし、なんかね結構マニアックな人も多い、喋ってたら。ちょっと爬虫類のね、あの層も結構かなり熱くなってきた感じですね。あ、温度はやっぱ熱くないとね、うん、じゃ次はまたね、あの九州の方のインスタイベントもありますので、はい、また続報期待 そうです、まあ、今後ね、いろいろ多分出てくるとは思いますが、はい、続報お待ちください。はい、ありがとうございます。はい、ではゴロズラックのゴロさんです。お疲れ様です。優勝優勝2日間の JRS 終了しましたけども、いかがでしたか。非常にあの熱いイベントでして、ゴロズマックも無事完売いたしまして。そうですね、今回も完売でしたね。ありがとうございます。もう一箱買うね、つわものがいたんでね。あれはなかなかでしたね。いや、なんかちょっと T シャツどうしても欲しいっていう人がね。ああ、そういうことですか。やばいっすね。いや、またね、この優勝を3つ集めるとゴローズラック T シャツに変えられるということ で、 そ、 うです。そちらのキャンペーンもこれからも継続ということで。そうですね、まあ、数に限りがありますので、うん、ぜひ皆さん急いで買ってください。はい、ということで、今後ゴローズラック、ガットケージとは今現在ちょっと受注の方が。そうですね、ちょっと今日帰って落ち着いたら、はい、8月分の受注をもう一度再開して、はい、ちょっと数限定で受注するんで、もういつ終了ってするか分かりませんから。なるほどですね。まあ、とにかく今3ヶ月待ちの状態がずっと続いてますので、まあ、それでも欲しいって言ってもらえて本当に嬉しいんですが、なんとか1日も早く応募できるように改善して努めてまいりますので、今後ともぜひゴローズラックよろしくお願いします。ゴローズラック、ゴローさんでした。ありがとうございました。スカガン、カメラが回ると中級に真面目になるゴローでした。ありがとうございました。ジャパンレプタイル賞は終了しました。今回のレプショーいかがでしたか。今回もたくさんの方にボールパレスを たくさんの接待をお迎えいただきました。本当にありがとうございました。次ね、ついに北海道なんでね。そう、私は北海道に一生懸命イベントに行くとともに、ウニとイクラとサーモンをいっぱい食べるということをここに誓います。北海道の方、ぜひウキオさんにウニ、イクラ、サーモンが美味しいお店を教えてください。よろしくお願いします。